ショーン・マイケル編は、アメリカ合衆国テキサス州フォートワース出身の野球選手。投手、左投げ右打ち。2000年にドラフト26巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名されて、プロ入り。2005年5月4日にメジャーデビューを果たし、この年3試合に先発登板するが、全試合で5回持たずに3以上の失点を喫して、敗戦投手になる。 翌2006年もメジャー定着はならず、2007年には29試合に登板したが、防御率は7.12位だった。2008年は故障者リスト入りした状態で、シーズン開幕を迎え、4月30日に故障者リストから外れると同時に、ディエフェとなった。2008年5月9日に、ウェーバーでサンディエゴパドレスへ移籍。6月2日にディエフェとなり、 3A 降格となった。11月3日に FA となった。2008年12月16日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2009年5月19日にメジャー昇格した。2009年9月8日にトレードでボルティモアオリオールズへ移籍。2009年10月29日にウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍。二千十年十月十五日に FA となったが、10月26日に再契約し、12月21日に発表した。2011年11月2日にメジャー昇格のないまま FA となった。2011年11月14日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2012年6月5日に FA となった。2012年6月6日、不審により退団した。 ブライアン・バスの代役として、韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約した。しかしハンファでは14試合で1勝も上げられず、防御率も8点台といいところがなく、同年7月24日に、ウェーバー工事され退団した。2013年2月11日に、ボストン・レッドソックスと契約。3月26日に放出された。4月10日に、ニューヨーク・メッツと契約。 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレーしていたが9月7日にメジャー昇格した。10月23日に FA となった。ありがとうございます。